久保さん。いやー、慣れるって大事ですね。まあ、久保さんも僕も動画を撮るって慣れてると思いますけど、鼻くそレベルですよね。まあ、ただボタンを押,押してなんか喋っとけばいいんで。<laughs> まあ、あの、今回ね、やっぱあの、なんかね、昨日見てたやつかな。堀江さんの、あのー、なんか講演聞いてたんですけど、出版講演みたいな。 で、それで、まあ、とりあえずやれみたいな話だったんですよ。ずっと。基本的に。でな、なんだろうな。まあ、打率を、打率の話をしてて、これな、どっかで言ったかもしれないですけど、みんなその考えて、まあ、考えることは悪いことじゃないけど、その、打率上げようと思ったら、バッターボックスに立たないと、打率なんか上がんないよと。いくら考えてもね。僕は思うんですけど、あの、すごいいいアイデアがあったとしても、すごい、 台本があったとしても、それを形にしなければ、何も未来って変わんないと思うんですよね。だ久保さんが言う通り、その、ダメだった。あの、た、例えば、なんだ、話す、動画撮ってるんですけど、ちょっとテーマ浮かばないですねっていう動画を撮るのか、全く撮らないのか。じゃあ、そのね、100歩譲って、 えー、再生数は多分それでは上がらない可能性は非常に高いんだけども、でも可能性は生まれるわけですよ。再生数が上がる可能性はね。アクセスを集められる可能性はあるわけです。でもこれは一本もアップしなかったら、まず再生される可能性、アクセスを集める可能性っていうのはゼロなんですよ。だから多くの人は可能性がゼロのことをやっている。やらないということをやっている。 濃い,いんじゃないですか、久保さん。やらないということをやっているっていうね <laughs>。可能性が生まれないことをやっているっていうことですね。うん。で、まあ、またね、今日も、その、また三木谷さんのね、また僕同じ動画何回も見るんですけど、あの、近畿大学の卒業スピーチですね。あのー、なんか、三木谷さんが言ってたのは、先、因数分解しろと。で、先を見れるか見れないかって大事だよみたいな話をしてて、 例えば今の会社勤めをしていて、その会社勤め10年、20年、30年を、このスパンを因数分解して、分解して、じゃあ、これ今やっていることって自分が描くね。パソコン1台でお金を稼ぐとかね、自由な生活を暮らすとかね、隠居をしたいとかね。じゃあそれは、 今の会社をずっと30年40年働いたときに、それは可能なのかと。因数分解ロジックして、どうあがいてもそれが無理であるならばちな、可能性、その自分が自己実現したい可能性を見出せるものに時間を使った方がいいと思うんですね。もちろん、すぐ辞めるってことは難しいかもしれないけど、別にね、今、副業解禁だっつって Yahoo もバンバン広告出し始めたし、もう副業はあっせんですよ、今。 うん、だから別にいいわけじゃないですか。逆に今副業ダメだよっていう会社に勤めてる時点でもう時代遅れかもしれないですよね。うん。だから自分の人生を因数分解してみて本当に自分がそこにた到達できるのか今やってることはっていうそれを考えた方がいいんじゃないですかね。うん、やらないことを因数分解してどうやってあの結果を導き出す答えを出せますかあなたは。 やらないということをやって、どうやって答えを出す、どうやってゴールにたどり着く答えを分解して答えをこのね、導き出せるかっていうと、僕はすみません、導き出せないんです。でも多くの人は導かせてるのかもしれないですね。やらないことをやることによって、うーん、わかんないですけど。<laughs> 何なんですかね。これ普通に考えればわかることなんですよね。うん、でも普通にかん、だから考えるっていうところをしてないだけだと思いますよ。 うーんだからやっぱりその、今まで考える、考えてたようで考えてなかった。まあ、僕も偉そうに言ってますけど、やっぱりその学校教育は暗記教育なわけですよ。で暗記教育って、もうその、なんだろうな、まあ、答えがあってねで、その答えは暗記するみたいな話じゃないですか。でも人生って答えあります、そもそも。あなたの人生に答えはあるか。答えなんかないじゃないですか。いろんなこと起きるし。 なんか不合理なことも社会に出たらあるだろうし、もう答えぐちゃぐちゃですよ。時代が変わればね、昔の常識が非常識になるし <laughs>、分かんないですよ。な一番この時代を生き抜く上で大事なことっていうのは、やっぱ考える力ですよね。だから、三木谷社長風に言うならば、因数分解して、分解して、なぜそれはいいのかと、まあ、あの通貨の話もしてたんですけど、本当に紙の通貨って必要なのかなそもそも通貨ってなんやねんとかね。 これ電子化したら何がいけないのとかね。だからそう考えた上で、じゃあ、これはじゃあか、紙がなかったとしても別にお客さんのこのやり合いができれば別に何でもいいよね、と。だ昔なんかね、通貨なかったわけですから、物の交換ですよね。交換ですよね。で、その交換する上で一つのツールとしてお金みたいなの出,出たわけで、最初はなんかね、あの、イノシシとね、イノあ俺山だよね、 うっしょあの山,山でなんかイノシシを買ってきたねと。お前ちょっと魚食いたいから魚よこせみたいなね。イノシシ肉食ってねえだろうみたいな。肉と魚交換だみたいなね。なんかそんなことやってたわけじゃないですか。うん、昔はね。うん、でもそ,そこって、じゃじゃそこにもし、多分ね、わかんないですけど、あの時代が流れたら、まあ、お金はなくならないかもしれないですけど、まあ、そこになんかシンプルにそこに近づき始めてるんじゃないかなと。 だ紙っってていうものがなくなくね今後、紙っていうものはなくなって、そもそもお金を、だからこの前、ね、ペイペイあのすげえ LINE と Yahoo が統合しましたって、超ペイペイ祭りってやつなんですけど、久保田さん、すごかったですね。僕、マックス40%ぐらい戻ってくるみたいなね。<laughs> まあ、昨日、めっちゃ買ったあの、昨日商品買ったんですけど、午後ぐらい。マックス40%とかでしたよ、僕。<laughs> だけど、結局、そのお、お そのそのこの経済ってこのやり取りを循環しないと回らないわけじゃないですかわかりますだからじゃあもう電子化して電子化すればもうポイントとかも無限に作れるわけじゃないですかだから要はんだろうなあの紙幣っていうのはこれ面白いロジックなんですけど紙幣っていうのは日本銀行しかすれなかったんだけどこの電子化にすることによって何ができるかっていうと企業が金作れるんですよ 分かります。こう面白くないですかこれすごいことなんですよ。だからこれもう本当にあの革命なんですよ。PayPay ペペのね、戦略マジすげえなと思うんですけど、やっぱヤフーね。だからその、あのお金を作った PayPay ペペっていう電子マネーはポイントという形ではもういくらでもいけるわけですよね。でももう PayPay ペペなんかお金みたいなもんだまね。まあ、T ポイントもお金みたいなもんなんですけどもね、いくらでも交換できるんで。 これはね、だから、経済をこうバンバン動かす上で、そのアクティブなね、時代の流れに対応している変化が早い会社は、もう電子マネーバンバン入れて、うちの使えばこんなのもいけますよっていう。だからセブンイレブンもね、今回ペ a ペ p とねがあの、ジョイントしましたけど、やっぱセブンイレブンもすごいなと。うん、だから僕ね、セブンイレブンの20%パンもね、全部使い果たしましたね。<laughs> セブンイレブンで買いまくりましたね。だから20%パン戻ってくんだもん。<laughs> いや、あれすごいっすね。うん、だからまあ、本当に、あの、今後、その時代の流れが早くなると、その、なんだ、意図的に経済を回すっていうことが、あの、できる会社とできない会社のこの二極化になってくると思います。本当に。だペーペーとか電子マネーの、まあ、ペーペーはもう1000万人以上いんのかな。加盟店もすごい増えましたし、あまあ、勝ちですね。多分あれはやばいっすね <laughs>。うーん。 で、あとは今度、だどうやって儲けるのかっていうと、あの、PayPay、PayPayFX だったかななんか、PayPay でお金を運用するみたいなのもあるんですよ。だから余ってる普及普、普及されたお金をね、普及されたお金余っちゃったなっていう、今度で、じゃあ他のサービスにねあの、ま、ポイントを回すとかね。だからそうやって、もうまた分散してまた動くわけですよ。これはね、時代がね、すげえ動いたなって感じますね。だ僕もそれに乗っかって、昨日買いまくりましたけども。 あーすごいなと。うん、お金が擦れる時代かと。<laughs> 企業か<家笑>。まあ、昔からあったんですけどね。まあ、露骨に電子マネーっていう形になってきて、加盟店もめっちゃ増えたんで、まあ、ポイントと変わらないんだけど、なんか、な、PayPay さんもっと頑張ってほしいですね。もうすべてに PayPay ペペ使えるようにしてほしいですね、僕としては。多分今、電子マネーとしては PayPay ペペが日本で一番、あの、ユーザー層を取ってるので、ね、今ほとんどなんだ あのー、なんやな、あのー、電気料金とか、あと、なんか、まあそういうところにも進出し始めてるので、まあ今後すごいことになるんじゃないかなと。だから本当に経済を回せる企業っていうのは、もう一人勝ちですよね。だってもう自由自在に、ま、あのお金配れるんでね。<laughs> ねこれ前澤社長が言ってたんですけど、いやなんでお金配らないんですかみたいな。 みんなお金に困ってんだから、お金配ればいいじゃないですか、みたいな。いや、まさにこのペイペイ戦略はね、すごいですね。<laughs> お金を戻す、配るっていう <laughs>。うん。だからもうそれにやっぱね、僕も一般、民ピーポーですから、あの、乗っちゃいますよね。で、結局、あの、お金が動くっていうね、すごい時代ですよ。うん。まあ、ということで、やらないことをやる。 以上です。やらないことをやる <laughs> やらないことをやっててどうしますって話ですね。いってらっしゃい。